5月10日1日の取引が終了しました。日経平均株価は反発しております。昨日と比べて57円09銭高の1万9900円ちょうどと09銭で取引を終えました。朝から買い注文が先行して始まりました。昨日のアメリカのマーケットで全体は高安まちまちでしたが、 IT 関連などが買われてナスダック指数が最高値更新、金利がじわりと上昇しまして、金利差の拡大からドルが買われ円が売られました。為替市場で一時1ドル114円台、東京市場に入りましてからも113円台後半と、昨日と比べて円安ドル高方向に触れたことが買い安心感につながりまして、景気敏感株などに買い注文が優勢となりました。日経平均株価一番高いところ午前10時23分10時半前に19,938円という水準まで上昇する場面がありました。その後はやや上値が重い展開となりまして、戻り待ちの売りなどに頭を押さえられる形とはなりましたが、終始堅調に推移しまして大引け段階でも57円高19,900円台に乗せて取引を終えております。全体は値上がり銘柄数が東証一部全体の約 52% 過半を超えまして1000とび44銘柄となりました。これに対して値下がり銘柄数が約 40% の805銘柄となっております。商いも恐れなりに膨らんでおります。売買高は21億6900万株余り、売買代金は2兆7790億円、2兆7000億円を超えております。日経平均は57円高、小幅な上昇ではありましたが、そういう意味では売り買いはそこそこ活発だったと。決算発表が竹縄ということで、高決算銘柄を買って期待から外れたような銘柄を売るという動きが非常に活発でした。その結果大きく上昇する銘柄が増えた一方で、逆に急落する銘柄も目立ったということでして、個別銘柄の選別色が非常に強まった1日でした。中古型株物色も引き続き活発でして、マザーズ指数やジャスダック平均なども続伸して取引を終えております。こういった中で個別銘柄で買われましたのが、まず高決算で中古型ややちっちゃめの銘柄ですが、日本冶金工業5480が急騰しました。大引け段階でも結局 14% を超える急騰で、約2ヶ月半ぶりに年初来高値更新しました。こちらは昨日の決算発表銘柄でしたが、終わった前3月期が上振れたということに加えまして、今期につきましても大幅な増益を見込んでいるということで、素直に交換されたという動きで急騰しております。逆に下げた銘柄としましては、3099の三越伊勢丹ホールディングスがありました。百貨店大手ですが、こちらは今日の午後1時に決算を発表いたしまして、これが前期の決算が減収減益、合わせて発表しました今年度18年3月期につきましても減益を見込んでいると、純利益は3割を超える減益見込みということを明らかにしておりまして、それ以降嫌気売りが膨らみまして年初来安値更新という動きになりました。以上、今日お引けの模様、東証アローズからお伝えしました。